おっす、こんにちは、空手家光平です。今回は愛を知る県、愛知県名古屋市にあるキックボクシングジム、ジャパンキックボクシングフィットネス JKF 池下に来ております。はい、ちょっとこちらの映像をご覧いただきながらご紹介させてください。 WKA ムエタイ世界ムエタイ級、 WBKC ムエタイ世界スーパームエタイ級、 ISKA オリエンタル世界ライトミドル級、英雄伝説世界72キロ級、現役在は4つの世界タイトルを獲得し、世界で唯一あのブワカオを KO した男、佐藤義弘さんです。こんにちは、愛を知る県愛知県の佐藤義弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は僕がグローブ自体素人なので、当時だったりガードの技術、あと佐藤選手の得意技をご教授いただきたいと思っています。お楽しみにしてください。お願いします。ガードとか構えの基礎的なことをちょっと教えていただこうと思います。お願いします。今あのキックボクシング1とかだと、はい、オープンフィンガーで、ああそうですね、やるじゃないですか、はい、だからあれオープンフィンガーで考えると、今までのキックボクシングのガードの概念とはだいぶ変わってくるんですよ。そうですね、はい、だから今日はグロープのキックのガードをやってみたいと思います、はいはい。まあ、結局このグローブの太さがあるので、はい、まあ、こんだけとりあえず、まあ、はい、例えばこの分閉じてればガードできるんですよ、はい。まあ、オープンフィンガーないから閉じてきちゃうんですけど、だからこんだけやってる時も大丈夫です。完全に閉じてるとこれ目が見えないんで、はい、少しこの額と額の間からしっかりこう顎を引いてやっておけば全然問題ないです。これちなみにこう当てた時って、姿勢ってどんな感じでされますか？あ、そうですね、あの姿勢は顎を引くんですけど、はい、よくあの経験者の方にガードをしてると下向いてガードしてるんです、はい、でもこうなるとですね、ガードしててもちょっとジャンプ止まったんですよ。これだとちょっと響いて効くんですよ。あ、そうなんですね。だからあの見えてるってものすごく大切なことなんで、はい、もう絶対に目だけは反らない、目を反らない、相手の目は見なくていいです、はい、相手の体から絶対目を反らない、もう見とけばもう別にもう全然大丈夫です、はい、であとはこう絶対離さないことですね。あ、そうなんですね。うーってか、はい、一番下ですね。ああまず自分の体にしっかりつけておくと、はい、でフックも一緒です、ね、一緒じゃあフック当てる、はい、こうしちゃう場合もあるんですけど、はい、まあ、完全に見切ってカウンターを入れる前提だったらまだしも、はい、こうやってやっちゃうとフェイントかけられた時に打たれちゃいますから、はい、必ず体にくっつけておくんです。そうしておけばもう次の攻撃に出されてもしっかり対応できます。これをこうしちゃうと、フェイントかけられるようになっちゃいますので、それだけ気をつけて、体がしっかりくっつけて、まあ、ブロッキングの基本はまずそれです、はい。ちなみにグローブの向きとかって何かありますか？空手とかのパンチャーキッカーで若干こう向きが違ったりするんですけど、キックもありますよ。ありますね。基本は横、これがもう攻守一体の構え、はい、でムエタイなんかはこう向く、あ、そうですね、これはパンチをこうなるべくパーリングとか、はい、こうちょっと後ろ重心でこうやって蹴りを出しやすいようにする構え、これは、まあ、あ、いわゆるディフェンシブな構え、はい。でパンチャーはどっちかも前足に重心かけてこういってますね。あ、これはあの自分の体格とかスタイルによってその構えがどんどん変えていくんですけど、まあ、基本はまず横ですね。でガードするときは基本これは相手に手の甲を見せる感じなんですよ、はい、こうすることで横広くなるんですよ。横に広くなるんですよ、はい、横のままいっちゃうと広くなるんですよ、はい、通っちゃう、はい、可能性がある。でこうしとけばこうなかなかこれ締めれないので、はいはい、こうしとけば簡単に締めれますよね。あ、そしたら、まあ、アッパーもガードできるんですよ、これで。あ、はい、これでもストレートとアッパーは、ね、ガードできます。こう構えるとここが開くのに対して、こう構えることでこの面でガードを広げたりとか、これがこれだと閉まらないのがこれで閉まるということで、ガードは基本来るときこういう風ながいいらしいです。はい、ありがとうございます。まあ、あと基本顎だけは絶対守るっていうのが基本なんで、もうデコで受ける分には、まあ、顎は諦めよう。あ、もうこうすべて、はい、こことここは守って、もうジャブとかストレートはもうデコでガンって受ければ、まあ別に痛いだけでね、我慢できるでしょう。はい、ちなみにこうした時の、さっ
さっきも見せてたんですけど、これが自分のこのガードが邪魔で見えない範囲に出てくるじゃないですか。あ、はいはい、そういうこう、僕見えないっていう感覚はなかったですね今。ああ、そうなんですか。キックボクシングの戦いにおいて大事なのはこのグローブなんてもう見ないことがある。ああ、はいはいはい、ですね。もう相手の体幹だけ見とけば、ああ、大体まあ変わってるんですよ。ただ空手って基本的にこう見えるのが当たり前でやってたんで、はいはい、こう自分の手でこう遮るものがあるっていう経験がないんですよ。そうなんです。なんで体向きでこう見てるとこの辺の動きの衝動が分かったんですけど、こうした瞬間にもこの辺の衝動がこう見えないってどうなんだろうっていうのがちょっと環境の違いですか。あ、はい、そうか。もう僕は拳はもうほとんど見ないんで、もう別に慣れじゃないですかね。あ、でもこの辺の衝動で次のパンチなんだなみたいな感じで読むみたいな。だってこう隠れてても、はい、ちょっと隠しててください、はい。こう、あ、まあ、それが見えます。ズッってわかりますか、ね。もうこれでいちいち拳で持っていくと、はい、次の攻撃絶対対応できる、はい。もうなんか僕らはここは肩が結構見えてるのですごく大きくて、もうここが1ミリも動き始めればもうこれ右しかないじゃんって分かったりするんですけど、結構一緒ですよ。あ、でもなんかこうしてるとここで見えないのってどうされてるのかなと思ったんで。まあだから想像、そうなの。まあでもあれですか、経験的に感覚でもうこの重心が始まったらこれみたいな感じなんですかね。うちも本当軽いスパーしかうちはやらないんですけど、はい、でも最初のうちは怖いじゃないですか。はい、すごいわからないんですけど、これ本当半年とか1年とかスパーリングコツコツやっていくと見違えるようにみんな攻撃が見えるようになってるんで、はい、慣れですね。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。佐藤さんの YouTube は僕の動画の概要欄に貼ってありますが、そちらの方をちょっと説明していただきたいと思います。お願いします。はい、今ですね、佐藤義弘のとろくさい話というやつをいろいろ挙げてまして、まあ、現役時代の思い出だとか、まあ、ちょっと下ネタの話だったり、まあ、そういうちょっとくだらない話をですねいろいろしておりますので、まあ、もし興味があったら、少しでもご覧いただけたらと思います。はい、とろくさい話っていう題名はついていますが全然とろくさくなくて、ブアカオとの対戦の時の裏話だったり、会長との秘話だったり、ボクシングキックボクシングを始めた時のきっかけだったりとか、なんなら普通に僕も聞いてて面白いなと思う話たくさんあるので、もしよかったら動画の概要欄から佐藤さんのチャンネルを見てみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者高潔の YouTube 道場で一緒に強くなっていきましょう。おっすおっす、ありがとうございました。ありがとうございました。